チップス60、プライム10、改めてです。例によってプライム10で再建するセットなんです。シンブリックエンジンと数値計算エンジンの違いと、ラベリングのエラーのチェックの仕方ということであります。まず、何点何というこの形が、数値計算エンジンの形で、シンブルクエンジンの時には、この分数の形で表した方がいいです。だから、これっちの方がいいです。そうすると、分数の形で正確な値がシンブルクエンジンではできると。数値計算エンジンは、まあ、どっちにしても数値になってしまうので、3分の7ではなくて、これがイコールとなった2.333という形で出てくる。で、それが文字式だと、L ストロムで解いてやるので、今、こっちシンボリックエンジンで、こっち数値計算エンジンですけども、数値計算エンジンはもう最初から数式の設定で何桁で決まっとるので、それで出てくると。で、一方、シンボリックの方はなんでこんな15桁で取るかというと、実はこいつのせいです。こいつをなくしてやると、ここが気になって、ここどこ、綺麗になってない。なんでなってないかというと、この1.6が有効なところで、こいつを上にやって、こっちを有効。これよりもこの力のこっちを有効と。上にして、全部分数で与えると、シンボリックには正しい答えが出て、数値計算エンジンは、まあ、有効するなんていうことで出てくると。という違いがあります。だからシンブリックエンジンと数値計算エンジンの、まあ、教科書的にはこっちの方を求めることが多いので、数値計算エンジンというのはですね、シンボリックエンジンで計算する。その時には分数を使って、数値を与えるということが鍵になります。で、文字式のままで解いたときに、なぜか、R2E と R2E のプラスマイナスは消えないというようなことが、古いやつでうまくいってたのに、プライムの新しいやつにしたらうまくいかなくなったということが時々起こるかと思います。その、ほぼ100%は、ラベリングのエラーであります。この E というのの、数式のところのラベルっていうのを見ると、まあ変数になってるわけですけども、ここもクリックすると変数になっていて、よくよく見るとここがちょっとフォントのイタリックと縦で違うんで、わざと変えてみたんですけども、まあ自動であればうまくいくことの方が多いんですけども、これうまくいきました。それから変数でやったらどうなるかとか。完全に実装ためには自動よりも、今変数するの変数とすると、さっきみたいな、なんでここ消えないのというのは、もしうまくいかないときには、ラベルをチェックして確認するということが一番大切です。ここはまあ、いつもの計算のやり方に出たらいいです。はい、以上です。